はい、どうも皆さん、こんにちは、ウエッツです。現在、さっき生放送、さっきってかもう本当に、2分ぐらい前に生放送を終えて、生放送感覚でまでやってるけど、一応、ドラフト4連勝して、プレミアムゴールドパックと、プレミア、そう、ジャンボプレミアムゴールド26パックってのをゲットして、でね、オンラインドラフトやってっていう意見が来たんで、まあ、オンラインドラフトやろうかなと思ったら、プロモパック、レアゴールドパック2万5千で来てて、ちょうど今2万5千500あるんですね。ウィーってなったんで、引きます。あと4時間しかないんでね。ということで、限定パック引いていきたいと思います。さあ、頼む。いやー、さよなら2万5千コイン。あー、頼む。2万5千500。2万5千500じゃない。2万5千払ったんだからさ。頼む。またキーパーじゃん。もう、なんでこうなるんだ、いつも。またキーパーじゃん。いつもキーパーなんだけど、何これ、本当に、イングスだ。デプレビレ、アグラー、フランス、まあ、ブンデスとプレミアのイングス、フランスとポルトガルか、まあ悪くないんじゃないの。お、トルコ代表のユニフォームだって。まあ、外れな気がするな、普通に。ぜひコメントで、これは外れか外れじゃないのか。これ普通なのかな？どうなんだろう。まあ、イングスは確かに、俺的には当たりだけど、イングスは。っていう感じで、また組み直すんで、勝つ。こんな感じでいいかな。いけるやろ。よし、オッケー、いいか。はい、ということで、1試合目。よいしょ、1試合目やっていきたいと思います。左から、ブラント、キースリング、サラ、フリッツ、コネ、オカンポス、久しぶりオカンポス、アベラ、ゴンザレス、ライコビッチ、イッソ、キーパー、ドンナルンマでいきます。結局ね、レアゴールドパックだっけ？レアパック引いたけど、誰も加入せず、みたいな、そういうオチね。当たりなのかなー。ちょっとアサマートドンシャーをここに来て温存するっていう、この愚行に出たけど やばいかな、これ。これやばいかな。とりあえず一回でも、一回勝ったらとりあえず確実だね。それか、引き分け引き分け。奇跡の残留なるか。本当に。本当にやばいからね。絶体絶命って感じ、今。さあ、相手見つかったかな？対戦相手が準備中。お、ダービーカウンティーのロゴだ。いいね。さあ、頼むから。ちょっと、手抜いて。なんかユニフォームの色似てたことない？大丈夫かな？なんかユニフォームの色似てた気がするけど。何も考えずに、押しちゃった。うわぁ、マンジュキッチじゃないの、あれ。TOT。インシニアか？あれ。お、長友がいる 長友だ！さっき生放送であんだけいじってた長友がいる。このタイミング良すぎるんだよな、お前出てくるタイミングがよ。ってことで、やっていきましょう。ってことで、いつも通り、カウンターでいきます。さあ、絶対勝たないといけないよ。まあ、勝たなくても負けでもいいけど。今日の試合に出場するホームチームのさラインあ、上ナップがってでくれ、す。上がってくれ。一般的にザー433チ、も採用してきザーた。チ、3ザートップのチ。連携がやば重いっ要なシす。ステムでやばいっす。す、やばいっす。さあ、下でね、危険な位置です。スタ緊メンの張方感が出がてお増らしてれきまますのす。で、ボールがぜこぼひ。れました。ダメ長か。友佑都。うわ、長友対サラーってマジ1なや点つ目やを。ん、それ。リアルインテル対ローマぐらいの勢いやんけ。本当に止めいいらとれこるでんだゴール前な。まで持っうてきましわーった。と、気にしすぎたか。ユライクツカ。靴かか。あれ、靴かか。さっき使ってたのにもう顔忘れちゃった。よいしょ。オッケー。キースリングが絡んでくる。よいしょ。パナギオティスコネ。さあ、抜けた。さあ、抜けた。このパスはどうだ。サイドをえぐって中を見る。よし。
ッケー。ディフェンスをかわした。オッケー。ナッチ。由来クツカ。正直負けはやだな。負けだと次の試合までプレッシャーがかかる。ただし相手のスローインです。オルハバレード。バレード。チャンスを狙っています。あーっと。ここはフリーキックです。警告はありません。由来クツカ。クツカ。ボールを運びゴールに襲いかかります。ゲイ。シュートはちょっと強引か。ボールが中盤でカットされました。どうなんだろうあのパックはっていう疑問がやはり続く。まあキーパーまたキーパーだったっていう、まあなんだろう、そのいつも通り俺らしさっていう。キースリン、どんな試合を見せてくるでしょうか。注目が集まります。この選手は運動量が豊富ですね。ブンデスの前線の選手ですが、守備の面でも素晴らしいプレーを見せていますね。ブンデスのなんだろう、いい選手欲しかったな。キーパー、キーパーじゃないや。サイドをえぐった。よいしょ。タックルでボールがこぼれました。あっと、そっちじゃないね、欲しいのは。ボールを回して。さあ守る時間がずっと続く。クロス来た。スクリア。ケイ。ボールに寄せたのはディフェンスでした。何？ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。フリッツ、あっと合わない。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。やばいか。チャンスを伺っています。あ、そっちか。やべ、これを決めればリード。うわー、1点先制された。やばい、やばいね、これ本気でやばいやつ。本気でやばいよ。本気で。本気でやばい。本気で。ちょっと本気でやばい。本気で。ちょっとアタッキングでいきます。ほう！ボールを持ちました。何をするんでしょうか。由来クツカ。さあ。どこに出してくれ？サイドか。オッケー。そうはさせない。縦だ。よし。キースリングの輝きが、キースリング。あっと、なんで浮いた。チャンスを逃しました。浮いてしまった。うん、冷静に。うわっと、取れなかったね。どこへ出すのでしょうか。オッケー。ここで攻守が入れ替わります。うわ、長友に止められる。サラーがその現実補正いらないよ。もうサラーキラーみたいないらないから、本当に長友さん頼もうっす。長友さん、そんなだったらリバプールで取りませんで。パスがよく繋がっています。よいしょ、通った。いい形。あ、やばい。オッケー、綺麗なタックルです。え、危ねえ。わずかに上。さあ、キャリアモードの選手も募集してるんでね、ぜひぜひ使ってほしい選手など、あの選手いいよとかあったら、ここで勢いが止まってしまいました。ぜひぜひぜひ。ハンドレーバー、中に人は、ちょっとね、期待してた分ね、あのレアなんとかパックにね、ちょっと若干テンション下がり気味だけど。モハメド・サラー、よっしゃ。キースリングが絡んでくる。 OK か。うわーっと、それはダメだ。一人で突っ込めばよかったね。抜けられた。カンドレーバー。うわー、足速い。うわー。オッケー。ナイス。コーナーからのキックとなります。あぶねー。押し出します。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。ケイ、ナイスカット。先に反応するのはどっちだ。モハメド・サラー。ぐわー、止められた。オッケー。あっと、危ない。短いね。長友、
長友、長友が脅威すぎる。ボールを運びゴールに襲いかかります。やばい、インシーレ、危ない危ない。ちょっとね、左サイドはちょっと無理な気がしてきた。ボールが止まってしまいます。現実補正があるから。パスをこの位置で防ぎます。うわー、くそー。前半終えて1対0ということで、まあ、最低でもね、最低でも負けないとちょっとまずいよ。後半戦キックオフ、ハーフタイムに監督から何か指示が出ているでしょうか。戦術の変更にも注目です。戦術の変更はしない。いやでも待てよ、ちょっとここはハイプレスでいきます。ユライクツカ、ボールがフリーになりました。危険な位置です。サブラントから緊張感が増してきます。ボールはどうだ。このクロスはディフェンスが返します。オカンポース、うわー、なんで外したー。サラー、しまう気持ちもわかります。同点とはいきません。大事な試合やぞここ。まあ多少体勢悪かったという、いいけども。インシーニ、うまい、非常に美しいパス回しです。上がった、クロスか、ナイス。攻撃の手には渡りません。完璧だ。ステファン・キースリング、サラ、やっと、よし、ディフェンスの網にかかる。ガー、さあスタジアムのテンションが上がります。マジか、オッケー。ナイストラップ、うわーっと惜しいね。プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。くー、タッチを割ってスローイン。パス出してくれない。エルセイド被災、すごいブーイングだ。さあ振り切られて、なに、それはまずい。オッケー、絶好のチャンスを外してしまいました。これは悔しそう。これはやっちゃったという仕草も出ちゃいますよね。ちょっと待てよ、サラーが止められる、止められるというか、長友の現実補正がつらい。ユライクツカ、ホルヘバレーロ、切り裂けるか、マンジュリッチがいます。危ない、届きますか。ゴールキックで、よかったよかった。危ねえ、下手にああやってなって PK とかになっても困るからね。オッケー、モハメド・サラー、さあ勝て、ゴール前まで持ってよし、勝った、やっと長友に勝ったぞ。あー負けた、くっそー、長友、長友いいね、できながら長友いいね。あんだけ止められるんだったらキャリアで使いたいね。あ、やべ、ボールを持ちました。何を、いいボールが出ました。さあもう一回勝負じゃ。なに何？ガチかよ。ロレンツォトネッリ、サイドへ展開していきます。オッケー、それは読んでたぜ。味方のサポートも来る。じっくりと出しどころを探します。あ、来ない。いやー、これはちょっとやってしまった感がありますか。罰が悪そうにしてますからね。選手もしまったと思ってるんじゃないですかね。さあ、サラを走らせる。取るか、取った。何？
長友マジ？やべえ長友。攻撃失敗です。もうとことん長友にやられるね。ブラントも使ってやろうか。よしラッキー。危ない危ない。タッチラインを割ります。厳しいなこの戦い。ライコビッチ。ライコビッチ。ダニーロ・アベラ。アベラ。ブラント。ユリアン・ブラント。何？ボールがこぼれた。くあーやばい。どちらが取るでしょうか。アベラが負けた。カンドレーバに。さあ折り返した。よし、OK。ここやばいよ。何？あそこは見ておきたいですね。OK。あっと。いかん。とことんだな、もう。セカンドボールとかを全部拾われちゃうから。OK。ボールはキーパーの手の中へ。あ、そうかそうか。ホームのサポーターは諦めていませんね。まだ1点差ですからね。選手たちの力が出ていますよ。出しどころが見当たらないようです。やばい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 。危険な位置です。カンポスが戻るけど間に合わないな。ここは大丈夫。キーパーでボールを抑えた。伸びない。長友、長友じゃないや、長友は空いてない。サラーが空いてるのが見えたからね。縦か。よし、OK。ユリアン・ブラント。キースリング。あ、ミスったミスったミスった。危ねえ。下に後ろ下げるとカットされるからね。さあ、スタジアムのテンションが上がります。よいしょ、抜けた。ラッキー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 。頼む。うわぁ、止められた、止められた。クロス読まれていましたね。初めて抜けたのに。オッケーオッケー。やべ、危ねえ、見てなかった全然。ダニーロ・アベラ。アベラ、これが最後の攻撃となるかもしれません。ブラントで落とせない。ラッキーラッキーラッキー。さあ、ここラストワンプレー。スローインです。ラストくれ、ラストくれ。いい形でゴール前まで持ってきました。え、ファールは？まだまだ安心できません。うわー、マジか、負けたー。 1-0 で負けたー。きっつ。きついね、やばいね。残り試合で勝ち点2が必要ということで、もう勝ちしかないな、これで。はぁ、やっべ。ということで2試合目に向けてカット。はい、ということで、さあ、運命の第2試合ということで、ブラント、キースリング、サラー、ドンシュ、アソマ、ベッシーノ、アベラー、ゴンザレス、ライコビッチ、トロセディ、スキパドナルもできます。ゲームストリー100なんで、もうこれで負けたらもう仕方ない。もう割り切った。もうこれで負けたら仕方ない。いやー、どうなるかね。勝てればいいけれども、オッケー、つぶけい。さあ、第2試合、さあ頼む。あ、キースリングだ。あ、ブンデスマスカット。うわ、クロップだ。監督クロップだ。初めて見た。あ、ブラントだ。あ、なんか結構メンバー似てるな。うわ、勝ちたいね。キーパークロップか。初めて見たな、キーパークロップは。キーパークロップじゃない、監督クロップは初めて見た。キックオフです。さあ、勝とう。試合ですね。いつも通りカウンターでとりあえずは行きます。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。今日はウィングを送る。うわーっと長い。キーパーの勇敢な飛び出しでした。しっかりボールを抑えています。さあ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 、よし、 OK。 ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。さあ、しっかり勝てるといいけれどもね。ここはうまいタックル。ただし相手ボールのスローインです。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。さあさあさあ、合わせてくるか。クロス、このクロスボールはディフェンスがクリア。
コーナーでリスタート。ケディラ、あれケディラいた、ケディラいたか。ブラントが蹴るのか。ん、ボーランド、ホランド、ホランド、ん、伸び調整だ、キーパー OK。 あ、ちょっとこれ無理か、ボールを奪いました。無理だったね。さあどう組み立てるか。ボールを回しますがなかなか崩れません。しようか、味方もうまく使いたい。ドナーティ、ディフェンダーがボールを処理しました。先制を上げちゃダメだと、先制点はダメ、死んでも先制点はダメ。ユリアン・ブラント、うわっと厳しい。 OK、 ステファン・キースリン、うわっと弾かれる。キースリン、危険な位置です。さあやばいか、やばいか、やばい、あぶねー。絶好のチャンスを外してしまいました。これは悔しそう。これはやっちゃったという仕草も出ちゃいますよね。普通にやばいよ。うん、トロシリスが顔を出す。これは豪華2本振るかな。よし、ナイス。ボールがこぼれました。今日の動画は2本振るかもしれないな。残留、奇跡の残留に向けて2本立てかもしれない。ヘディラ、キースリングが絡んでくる。キースリン、よし、うわマジか。スタジアムのテンションが上がります。さあ1試合目はね、長友とかいう最強の壁に阻まれたんで。繋いでいましたが、ここでボールを失いました。うわっと、キースリン、ボールがフリーになりました。キースリング、惜しい、入ったかと思いましたが。さあいい攻めはしてるね。コーナーです。ライコビッチ、うわー正面か。ボールをしっかりキャッチ。いいコーナーからのシュートは正面ということで、いいよいしょ、ナイス。素晴らしいコース、うわー惜しい。さあいいボール、さあもう一回行こう。クロスが上がった。ゴール前に絶妙なクロスを出しました。コーナー、これはディフェンダーが読んでいました。わあ、さあ効果が死んでもしたくないぞ。コインが安いからな、降格してしまうと。ドナーティ、やばい、どうも、よっしょっと、よいしょ、オッケー、オッケー、オッケー。ボールを取りました。さてどうする。うわあ、レンタルロイス持ってこればよかった。そういえばレンタルでロイス、ケツブロックした、ケツブロック。ディフェンスの網にかかる。レンタルでロイスいたな、そういえばロイス持ってこればよかったな。いい形でゴール前まで持ってきました。くそー、やばいか。ナイス、サンキュー、サンキュー、ディフェンダー陣。中に人は、キーパー弾いた。よし、そのまま上げてくるか。オッケー。ただね、もうそうだね、ちょっとアタッキングでいきます。ケビン・フォラント、同点じゃダメなんだね、この試合は。ボールを回してチャンスを伺います。やばい、うわ嫌な位置のファール、うわめっちゃ嫌な位置だ、ここ嫌な位置すぎる。 OK、 惜しくもシュートはネットを揺らせませんでした。こういうチャンスはものにしたいですね。オッケー。あっとあっとっと、コーナーか。コーナーからゲームは再開です。最悪だ、運が悪い。頼むから蹴ってくれ、早く頼むよ。
さあ、もう一回かな。さあ、折り返した。ディフェンダーがクロスをさばきます。ゴールキック。ゴールキックに変わります。ケビン・ポラント。あっと、一回下げちゃった。サイドへ展開していきます。キースリング。ボールを運びゴールに押さえかかります。どうせです。スルーパスを出す。キーパーからのゴールキックに変わります。キースリング。流れたね。マルセル・シュメルサー。シュメルサーかあれ。パトリック・ヘアマン。ドルトムント誰かと思ったらシュメルサーか。ラッキー。危険な位置です。緊張感が増してきます。マティアス・ベシーノ。あっと止まっちゃったサラ。これは厳しいね。中にスペースがあります。ここから先の出しどころに苦労している様子です。狙ってきた。うわぁ、ベシーノ。キースリングに切らせてあげればよかったな。せっかくだし。ユリアン・ブラントン。やばい、サイド。さあ、スタジアムのテンションが上がります。厳しいか。キースリングが絡んでくる。やばい。このファールはかなりゴールに近い場所です。十分に狙えますね。オッケー。こぼれます。先に反応するのはどうか。さあ、前半終えて 0-0。 いやー、やばいね。やばい。後半チャンスが作れてるかって聞かれたら何とも言えないね。さあ、もうウルトラアタッキングで後半臨みます。慎重に攻撃を組み立てています。綺麗にボールが走っています。分けでもね、分けでも負けでももう降格なんで、勝つしかないんでね、攻めるしかないんで。ここはボールを持ちました。何をするんでしょうか。いい形でゴール前まで持ってきました。やばい。ここでシュート。ボールを失いました。さあ、ブラント簡単。ユリアン・ブラント。あっと、足が遅い。迷子。タッチラインを割りスローインです。うわ、相手棒か。うまいね。うまくやられた。ケディラ。ケディラいるんだよな、相手な。キースリングが絡んでくる。オッケー。ケディラ。さあ、ハイプレスでいきます。ハイプレスとセンターバック攻撃参加で。よいしょ。攻撃を組み立てられません。そこで勝ったらクロップより名勝ということで。ボールを運びゴールに襲いかかります。チャンスを狙っています。オッケー。クロスを出した。あっと、一回落とした方がいいか。一回落とせばよかったね、正面に。マルセル・シュムルサ。ヘディラ。サイド。ユリアン・ブラント。ボールがフリーになりました。おっと、どうした。そのパスはどこへ出すのでしょうか。オッケー、ラッキー。クワドー・アサモア。危険な位置です。押せない。緊張感が増しています。ケディラ。サイドか。正面か。さあ、サイド。面白いボールが出た。うわー、いってられた。ゴールを奪われ。やばいね。最悪の結末を避けるには勝利が必要な試合で、オラダタック許しています。選手たちは久しぶりの降格か。這い上がるには下を向いてはいられません。これは久々の降格か。どちらが取るでしょうか。ユリアン・ブラント。降格か。やばいね。ドナーティ。降格はまずい。ボールは再び足元へ戻されます。このパスはダメでした。ちょっと厳しい。通りません。さあ、スタジアムのテンションが上がります。これはどうだ。さあ、オッケー。ボールを失いました。ユリアン・ブラント。あーっと、惜しい。網にかかる。ボールを取られました。
サミケディア。ソラタタタタタオラタタタタ、まずいか。ディフェンスを置き去りにした。あ、うわ、2点目。あー、これは死んだぞ。ゴール決まった。下手にオラタアタックの方じゃない方が良かったのかな。大きくリードを許す展開となっています。だいぶ苦しい状況に。あ、これ勝ったらクロップより名勝とかいうバンバンなフラグを立ててしまったな、おいそういえばさっき。だからか。おい、うわー、マジか。バレない。まあペナルティーエリア内だったしな。うん、まい。ユリアン・ブラント、ここ一回返すね。スルーパスか。スルーパスっぽいな。もう一個奥か。クロス。あ、やばい。OK。体を当てて取る。奪った。みんな急げ。みんな急げ。あっと、こぼれた。あかん、あかん。アサモア。あかん、アサモア。そこで伸ばすと、ナイス。3点目はやばい。3点目は、いや、もう2点目も十分やばいけど。緊張感が増してきます。うわー、くっそ。ケビン・フォラント、やばいで。マルセル・シュメルサー、スルーパスが出る。中に人は。キーパー、オッケー。止めました。ここまでやられていますから、これ以上は点を許したくないでしょう。まあ、時間使ってくるね。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。タッチライン際でボールをカット。試合終盤、残留フォラント、頭でシュート。素晴らしいヘディングです。死んでしまった。残り10分で、あと4点を取らないといけないか。かなり厳しいな。リズムに乗れていませんね。キーパーも守備陣も自信を失っているように見えます。かなり一方的な試合展開です。おっと、ミスった。バルサッリ。え、なになに、どうした。あれか、オラートアタック。あたたたた、またなんかミスったね。オラートアタックだから。ディフェンダーの枚数が明らかに足りてないね。カットしました。ここはどうするでしょうか。いい形でゴール前まで持ってきました。ボールへの寄せが非常に速い。サミケディア、ドナーティ、相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。まずいよ。ゴールに襲いかかります。やばい、やばい、狙ってきた。やばい、ここで打つ。4点目はダメ。よし、これはいい。3点で収めよう。ナイスインターセプト。あと1点取ろう。1点だけでも反撃しようぜ。タックルでボールがこぼれました。1点だけでも反撃しようぜ。次のディビジョンに向けて。あー、これは死んだか。ここにいますキースリング。あ、あとワンチャンくれ。あとは、じゃあ。緊張感が増してきます。負けてしまった。降格だ。いつぶりの降格だろう。第2シーズンぐらい。うわ、マジか。一時期いけると思ったんだけどね。ここ2試合。2試合ってか、ここ2試合の動画がひどかったな。ここ4試合か、だから。うわ、ディビジョン 8?8 まで下がった?キッズ。うわ、マジか。しんどい。ということで、今回は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、キャリアモードの方もね、選手募集してるんで、ぜひコメント欄でお願いします。ということで、終わります。バイバイ。